ドキャス、鹿児島子育て県議会、毎日ウドキャス始まるよ。今すぐ最大の人権侵害を、人権侵害をやめよ。毎日ウドキャス。皆さんこんばんは、ありがとうございます。皆様こんばんは、鹿児島県議会議員のうとけいこと申します。しろさんこんばんは、今日もありがとうございます。いつも来てくださって本当にありがとうございます。今日はちょっと12時回ってしまいました。3月の3日お雛祭りの日になりました。時刻が12時3分でございますけれども、3月2日中に始めて終わらそうという目標のツイキャスが今になってしまいました。タイトルは、今すぐ最大の人権侵害をやめよと、ちょっと強めのタイトルではございますけれども、2月いつ3日前に、イスラエルがパレスチナのガザの食料支援を待つ、トラックの到着を待つ、住民たちのところに攻撃をして、一般人が120人かな、犠牲になったというニュースに言及できてなかったので、ちょっともうでもそれがちょっと辛すぎて、ただ今日も、東京の方でデモがあってたみたいですね。皆様の、日本の皆様の、行動があることがすごく心強いと同時に、私たちも鹿児島でもいろんなつながりがどんどんそれで広がって、活動を、私なんかも全然できてないんですけど、はい、活動がすごい広がって、輪が広がってってなっていて、だけど止まらないことが苦しいなというふうに、思っています。S さんありがとうございます。 YouTube の件後藤さんにも一応声かけときました。ありがとうございます。松島さん、ご自宅さんありがとうございます。ネットの2時間外潰しに疲れてしまいましたとのこと。今日はネットの2時間外何かありましたかね。お疲れ様でした。リアナさんお疲れ様です。今日も頑張りましたね。森本さんありがとうございます。もうお疲れなところをお付き合いいただきましてと言って、私がなんかちょっとヘロヘロなんですけど、そうですね、わざと餓死させようとしているのも止められないと。松島さん、このままだと、ガザの人口の4分の1がもう餓死が間近であるという、あれは何のニュース、国連の発表かな。それを止められない国際社会って何なんだろう。ケタンタさん、韓国の、なんだっけ、今日はね、ケータンタンさんはね、バラしていい？フォリタステレビで、フォリタス TV で今日は、韓国文学のなんか番組があってましたよね。なんか、X でも見たんですけども、私も。はい。今日は、ケータンタンさんはそれを拝見、それを見るんだと言ってですね、大変日々ストレスの多い、職場環境じゃないけれども、日々もう、ケイタンタさん大変なので、ちょっとでも楽しいことをして、少しでもストレス解消してくださいってお願いしたところでした。なぜなら私たちは今日午後いっぱい使って確定申告をしていたから。もう、質問通告作んないといけないのに確定申告してた。
そうですね、ケタンタンさんな、止められないもどかしさ、そして森本さん、長く続く飢餓政策の上に、そこを狙った攻撃、本当に最大の人権侵害ですね、とのコメント、ありがとうございます。昨日はですね、結婚支援の話をしていて、で、生き方を押し付けることになってはならないと。結婚支援という名前のもとに人権侵害になってはいけないんだということをですね、お話をしておりました。で、改めて結婚支援、国の推してる行政サービスだし、国庫負担金で賄えるし、鹿児島県もそれに取り組んでいくって、結婚したいという希望が叶う社会、子供を産みたいという希望が叶う社会を、県が後押しするというのは悪いことではないというふうには思いながらも、それでもなお拭いきれない違和感、そうですね、やはりそれは、女性、回り回って国家のに貢献せよというメッセージに聞こえてしまうからだと。国家のために生きる、国家のために子供を産んでくださいねというふうに聞こえてしまうからなのだろうというふうに感じた次第ですが、それをどのように、県の質問、県での質問、県議会での質問につなげていくのか。やはりでも、誰かが言わないと、誰かは、一人は懸念を表明しなければ、結婚支援というものが何の問題もない、素晴らしいものだというふうに聞こえてしまったら、それはやっぱり良くないなと思うので、それはいくら当局の皆さんに嫌われようと、私は自分の仕事を全うしないといけないよな、ということを今日はですね、考えておりました。で、全然話、私の中ですごいつながっているんですけれども、国家により人権を侵害されるという意味で、やはり命を奪われる、餓死寸前のにまで追い込まれるっていうことが、もう断じてやはり許されてはならないと。断じて許されてはならないはずなのに、なんで私たちがそれは今止められないのか、国際社会が今それを止められないのか。仮に、どんな理由があろうと、私は兵士を殺すのも嫌ですけれども、民間人を殺していい理由には何一つならない。松島さん、全部ヒマーノン絡み。ヒマーノンって私ちゃんと理解しないけど、あの方ですか？あかねさん、そのことの絡みをそうおっしゃるんですかね。間違ってたらごめんなさい。教えてください。秋丸さんは OK じゃないと思う。ごめん、S さん。OK じゃないというか、まだ OK じゃない。まだですね。ちゃんと OK とは伺ってませんので、すみません。松島さん、日本白人が嫌いになりそうな自分を落ち着かせています、松島さん。そうですね、その気持ちがわかるというか、アメリカ人が私たちの憲法を、のもとを
規範し、まあ、いわゆる押し付けられた憲法というふうに言われていますが、間違いなくそのベースにあるのは、アメリカの民政局、 GHQ の民政局でしたっけの皆さんの、文章がベースにあり、ただ、そうやって出来上がった平和憲法が次は、アメリカの要請で警察予備隊ができということで、アメリカも決してそのうちっていうか、あのいろんな人がいる日本にもいろんな人がいて、安倍さんのことが大好きな人もいらっしゃれば、日本の民主主義を破壊したのは安倍さんじゃないのかって思う人もいれば、だから一概にそうじゃないっていうことをなんかずっと思ってないと、なんかもう本当に拒否感が出てきますよね松島さんでも、はい、ケンタンタさん、ポリタステレビ明日もある、2日間なんですね、なるほどなるほど、すごい楽しかったってなんか書いてあったけどストレス解消になりましたか、忘れるために週末の機材の整備やってたりします、松島さんありがとうございます、本当にあれ言っていいのエスさん、確定申告はボイコットしましょうよ、え、納税の義務を果たさなくて私が捕まって議員辞めないといけなくなったらどうする私は捕まると思うよ、多分そんなあの自民党さんじゃないし国会議員でもないし、なんか偉い人でもないから普通に捕まると思うまーちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。コリタス何、CNN で餓死者10名という記事がすでに出てしまいました。こうした報道が今後続くと思うとちょっと持ちそうにありません。森本さん、もちろんガザの人たちが最も苛烈な状況に身を置いているわけですが、うん、そして、そうですね、もう日本においても今もまだ被災地は2ヶ月経っても、もう ひどいありさまですし、今は千葉でね、今日は地震があったり、宮崎でもさっき地震がありましたという報道があって、ちょっと恐怖、言い知れぬ恐怖を感じているところですけれども、千葉と宮崎の皆さん、何事もなかったことを願うばかりですけれども、いろんなところでな、こうなんかこうなんていうんですかね、崩壊、崩壊が起きている、制度の崩壊というか、レアナさん、疲れ様です。大崎真子先生、大崎真子先生っていう方のお話聞きました。ジェンダー平等の最前線、鹿児島県は完全に乗り遅れていると感じます。ぜひぜひお話伺いたいです、ありがとうございます。 S さん、ありがとうございます。ごめんね、ちょっとお役に立てなくて申し訳ないです、今のところということで。広島で裸足のゲンが平和教育の教材から削除されたりしていますからね。あ、そうですよね。あかねさん、あかねさんっておっしゃるんじゃないんですっけ、なんかあのほら、ひまそらさんですっけ、違いますかねクンタプさん、こんばんは、ありがとうございます。松島さん、そこからいろいろ拡散しちゃって、そしたら東野さんがいろいろやっちゃった件とかめちゃくちゃ、ってそのひまあのんさんの話ですかね。なんか私それちょっとしか知らないんだけど、ひまあのんは対策取れるけど、巻きあのんはどうしようもないのでめっちゃ怖いです。巻きあのんってなんだ、巻きあのんってなんだ松島さん、そう、松島さんはですね、もう言っちゃいますよ、私言っちゃいますからね、ダメって言ったらダメって言ってね今コメントにダメってなかったらもう言うぞ。まっちゃんさん、日本国憲法9条の石碑がスペインのカナリア諸島テルデ市にあるんですね。へえ、なんかでもそういう話を伺ったことがありますね。大崎麻子さんという方なんですね。 S さん、明日ヒロシキャスでしたっけ、あれ私ヒロシキャス3月11日だって思ってるけど、明日3月4日もヒロシキャスあるんですか、ん、明日3月3日だ、ごめんなさい、え、あるのかな、明日でも、あれ明日あるのかな、あ、そうか、合ってた、ひまそらあかねさん、あ、なるほどなるほど、よかったです。はい、コラボの
コラボの、あれ、コラボの、夢野さん、二頭夢野さんかな、お名前が間違ってたら、ごめんなさい。のことについて、デマを流された方ですよね。ひまそらあかねさん、私も。あれは本当にしんどかったですね。ですね。松島さんとレオナさんがおっしゃってくださいました。6日が聖子の部屋で、11日がヒロシキャスということでありがとうございます。森本さん、制度の崩壊に関して、ここ数年、人災という言葉を多用するようになりました。コロナ禍でも能登対応でもかなりの割合でこの人災側面があると思います。あ、森本さん、私も全く同じ意見です。ありがとうございます。ただなんだろうな、あ、そうか。なんというか、今まで誠実さですとか、個々人の良心によって持ちこたえられていた部分が、良心を持って仕事してたら、そっちがバカを見るよなっていうようになってきた気がするのと、やはり、なんでしょうね。ただ、まあでもやっぱり、コロナ禍、あるいは能登半島ですごい思うのは、やっぱり、リーダーをちゃんと選ばないと、平常時はいいんだけど、普通に回るから、行政職員の皆さんが優秀で。緊急事態の時に、きちんと選ばれていないリーダーだと、命に関わるっていうのはすごく思いますよね。というか、もう実際にコロナではそれが証明されたわけですけれども、まあ、ただその証明されたことが、選挙結果に反映されてないというのが、またちょっと悲しい現実なんだと思うところではございますけれども、はい。二頭萌乃さんのお姉さん、6日の成功キャスト勘違いしてました。S さん、だいぶ勘違いしてる。3日になっちゃったしね、みたいなね。でもよかったです。じゃあ、6日が成功キャストで、11日が、ヒロシキャストということで間違いないようです。ありがとうございます。二頭夢野さんですね。あ、よかった。ありがとうございます。コラボの、方ですね。代表の方ですね。聖子の部屋は極秘情報がリークされるから聞き逃せなくて困ってます。 あ、そういうことは、何、聖子の部屋でもう発表が合ってるの、松島さんの件も。私なんか言っていいのか悪いのか分かんないことは言えなくて 申し訳ないです。辰巳さん、ありがとうございます。こんばんは、レオナさん。今日は、東アジア平和研究会という研究会でですね、川内博さんがお話をしてくださっておりました。私は恥ずかしながら確定申告もあったりとかで、ちょっと残念ながら別件で行けなかったんですけれども、永谷小夜子さん、そちらに参加されてたとのこと、松尾葉さんも行かれてたというふうに伺ってますけれども、小川美佐子さんと、今度ですね、下玉ねなつこさんという方が鹿児島市議会議員に立候補することがつい最近表明されたんですけれども、この方も実は私はお知り合いなんですよね。子ども劇場の方なんです。S さん、ちゃんとリーダーを選ぶために、ウトさんをリーダーとして選べた。S さん、ありがとうございます。過分なご評価。私でもこんなヒヤヒヤしてリーダーシップないな。今日販売の日刊現代で、脱税集団が能登人質という見出し。あ、予算委員会のことですね。松島さん、行っちゃったんですよ、とのこと。あ、そうなの。じゃあ私も言おう。なんと松島、こちらにいつも来てくださる松島さんがですね、今度の、3月8日の国際女性デーに合わせて、なんとご来課が決定いたしました。あー、パチパチー。すごいでしょ。来てくださるっていうから、お言葉に甘えまくってよろしくお願いいたします。ただ松島さん、業務連絡、鹿児島すでに花粉飛んでるらしい。結
構くしゃみしてる人が多いです最近。なのでちょっと鼻うがい忘れずにということで、はい。森本さんありがとうございます。個々人の良心で持ちこたえていた部分、そこも崩れて崩壊があらわになってたところもありますね。なんか本当に現場の方たちは真面目に仕事してくださっていると思うんですけどね。はい、そうですね。永谷さんが3月6日の聖子の部屋にはゲスト出演、この間にぎるりかさんが、ゲスト出演なさった聖子の部屋の2人目のゲストになるのかなということで、永谷さやこさん、柳聖子さんが順次ね、松尾さん、松尾春代さんや、向井かほりさん、そしてうかりともえさんもみんなゲストで呼びたいわっておっしゃっていて、私もウトキャスにぜひですね皆さんに来ていただきたいと思っているところでございます。あ、違うの違うの、 S さんごめんなさい、立憲からじゃなくてですね、下たまりさんはですね、無所属で立候補される予定ですよ。はい、松島さん、クレアさんのファンを持っていきたい。クレアさんのファン、どっちも意味がわからない。S さん、そう、明日は鹿児島マラソンなんです、ひな祭りの日だけどね、ということで、はい、ぜひトキャスに来ていただけたら嬉しいです。どんな話をしようかね。ということで、明日はひな、まあ、今日だ、もう、ひな祭りの日でございますけれども、そうですね、ちょっともういろんなことがありすぎて、かなりひどい、日本もひどい、能登もひどい、国会もひどい、地震は心配、ウクライナも心配、パレスチナも心配、心配だらけ、確定申告も超心配。だけれども、そっかそっか、投票行動も両親の産物だったってことか。どうなんですかね。いやでも単純にあれなんじゃないですか、森本さん、そのメディアの露出はやっぱり一つポイントだろうし、基本的に日本の皆さんって偉い人を信じる癖がありますよね。なんかこれは言われるんですけど、偉い人が悪いことするわけないと思っていて、偉い人はみんなのためにやってくれるんだろうみたいなところがあるっていうのと、政治に不信を抱く人は政治を見ないようにするから、こう、なんですかね、なんていうんですかね、見ないようにすれば関係ない、なかったことにできるみたいなところがあるのかなと思ったり、まあ難しいですね。はい、すいません。はいはい、わかりました。能登の避難所でバズってるファンです。はいはい、あれですよね、何だっけ、組み立ててらっしゃった、赤田先生が組み立ててらっしゃった、もうダメ、曖昧なこと言っちゃダメ、ごめんなさい。社長によると家族の花粉症が一発で改善されたらしいです。松島さん、そのファン背負っていらっしゃるんですか。すごいかっこいいぞ。 S さん、ウトキャスにウトさんが MC として立憲民主党の候補者5人で公開討論キャス、あ、それ楽しそうですね。ウトキャスより川内キャス、いやでもそっか、川内キャスになっちゃうと川内先生とお話聞きたくなっちゃうから、やっぱ私ぐらいがいいかもですね、皆様に MC として振るいうのをちょっと提案してみようかな。なるほどなるほど。クアンタムさん、クレアさんは中性のフィルターで空気清浄を進めている方で、クレアさんが作った中性のフィルターは優秀で、エアコンに外付けでつけることができ、エアコン扇風機が空気清浄機になります。すごっ。
そんなことありえるんですか。今、千葉県の房総半島の太平洋側で、そうらしいですね。地震が頻発ということで、ちょっとかなり不安を感じています。それでね、さっき宮崎でもあったよということで、なんでこう太平洋側が揺れてるんだろうという思っています。うちの店ではクレアウィンボックスの原型はてな、アメリカコルジローゼンタールボックス日本版が終日回っております。日本版はコロラド先生が、へえ、考案さ、コロラド先生すごいですね。牧田先生ですね。なるほど。ウトキャスだとツッコミができるから、ウトキャスで討論キャスが良いと思います。S3 事情ですね。ありがとうございます。クアンタムさん、性能的には送り出す風量で計算すると、エアコン1台で一般的な空気清浄機4、5台分の能力を有します。すごいじゃないですか。何それ、牧田先生特許？わかんないけど、すごい。難しいけど、すごい。ということで、ちょっと、はい。私、実はまたちょっと質問通告、全然作れてなくて、もうちょっとその結婚支援の話。あとは、でも、児童虐待にかかる児童相談所の人員増加とかですね。あと、一時保護所のあり方ですとか、そっちもやりたいけど、どうしよう。あと、でもコロナの支援が全て終わるんだけれども、それもやりたいけど、どうしよう。どうしようで悩んでいるところでございます。心配事は尽きねども、まずは足元の自分の仕事を終わらせないことにはと思っている次第でございます。はい、はということで、ちょっと大変、ひよひよモードで大変恐縮なんですけれども、いろんなことが心配で不安で、もう涙が出そうというかも。今日息子に寝かしつけの絵本読みながら、そのね、絵本でですね、パトカーパトくんっていう絵本なんですけど、幼稚園生が2人遭難する話なんですけど、それが見つかった場面でもう、もう涙が出るぐらいメンタルが弱ってるんですよ、私今。んだよって思います、本当に。S さん、ありがとうございます。秘書を雇いたい。どなたかいらっしゃらないかしら。ねえ、徳田さんが忙しすぎるんだ。これ徳田さんのせいにしちゃダメダメ。そうなの、松島さん、パトカーパトくんのね、話ね、もうね。めっちゃ長いんですよ、その絵本が。だからね、読み終わるの、しかもすごいこう自分の感情も乗っかっちゃうから、めっちゃ迫真で読むんだけど、なんか息子ポカーみたいな。松島さんを秘書に雇う、どういう提案なの？学校の教室にあるエアコンに中性能フィルターをつけると、病院に設置されている大型空気清浄機並みの能力。なるほどですね。これはありがとうございます、クアンタムさん。素晴らしい情報を教えてくださいまして。市議選の選挙事務所に差し入れて持っていったら、エアコンにつけてくれるでしょうか、クレアさんのフィルターは。そんな簡単に手に入れられるんですか、クレアさんのフィルターって。クレアさん、能登被災地入りでは国内空気清浄機の最高峰、エアマルグさんの能力の、かっこ読めない。露呈っていう言葉でもう分かっちゃう。ええか、分かってしまいましたね。へえ、そうなんだ。一日の半分プラモデル作ってる。すみません、松島さん。松島さん、鹿児島ではですね、松島さんって結局何者なんでしょうねっていう噂がですね、今の割とこう、話題なんですけれども。私はプラモデルを1日の半分作ってらっしゃるそうですって言っちゃっていいんですか？ ということで、そうなんだ、クレアさん、ちょっと調べてみます。私もその県議会の提案ということで、
今回一般質問でもですね、移動式トイレの導入を考えてはいかがかというような質問もございました。その答弁がまあ振るってて、台数を用意しなければならないところから、今導入については検討していないところですって、誰もめっちゃ台数揃えろなんて一言も言ってないけどね、すごい答弁来たなって思って、ちょっと笑っちゃいましたね。答弁の最中に1台でも2台でもいいから導入しておいたら、1台ないよりマシ、あ、ないよりマシって言ったらなんかカッパみたいな話になっちゃうけど、なんでいきなり台数を揃える話になるんだろうかって思った次第でございました。ということで、ちょっともう長くなっちゃったので、そろそろやめようと思います。あ、そうなんだ。絵はいろいろありがとうございます。県議で秘書雇ってる議員も多いですよね。 S さん多分ね、そんなにいないですよ。静香さんは秘書さんいらっしゃるし、私も徳田さんに事務局のお願いしてきた。徳田さん他のことが忙しすぎてもう私の事務局の仕事は今のところしなくていいですって言って、あ、でも SNS はやってくださってる徳田さんありがとう。だから県議で秘書さん雇ってる議員さんってね、まあでもな、まあ私自民党の先生方のことは全然知らないからあれだけど。森本さんありがとうございます。リンク貼ってくださいまして、あ、楽天アマゾンでも買えるんですね。へーへー、エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ。へえ、そうなんだ、すごいね。まっちゃんさ、松島さんは映画の裏方さんですよね。あ、そうなんですね。へえ、宇都さんたち議員さんにクレアさん紹介しなきゃ。へえ、そうなの。宮城で地方議員が動いてくださって、学校でも成果上げてる。コロナにもインフルにも花粉症にも効く。え、めっちゃこれ大事じゃないですか。すごいすごい。松島さん、そうなんです。自治体議員の議員報酬ではなかなか難しい。そうなんです、秘書さん。まあ政務活動費を活用できるとは思うんですけど、政務活動費なんて市政生活県政報告を出してしまえばそれで飛びますからね。レアンナさんありがとうございます。自分の生き方を自分で決めること、評価軸を持ち、データ情報化。どうした、レアンナさんが S さんみたいになってきたこんなこと言っちゃダメだちょっと待って、もう長文読む時間が時間ね、気力と体力が今ちょっとない。自分の生き方を自分で決めること、評価軸を持ち、データ情報を活用し選択すること、私たちを取り巻く環境をジェンダー視点から理解すること、つながりながら変革を求めていくこと、それがあなたの人生とあなたが住む社会をより良いものにしていきます。エンパワーメントの本質です。あ、これは先ほどの、何あさこさんでしたっけ、今日の、お話し会の話なのかな。ありがとうございます。クアンタムさん、自民党の県議には秘書さんがいらっしゃったり、あと自民党さんですね、控え室にですね、総務だったり政策担当の方をですね、県団で雇っていらっしゃったりされるのでですね、はい、っていうふうに伺ってます。そうです、演出家といっても裏方ですかね。松島さんは演出家さんなんですね。なるほど、すごい人なんじゃないですか。この松島さんのお名前をネットで引くと本性がわかるんじゃないの。後藤さんにも秘書いませんでしたっけ、いらっしゃいませんでしたっけ。うん、ごめんなさい、存じ上げません。大崎麻子先生からの鹿児島の女性に向けたメッセージでしたということのこと、レオナさんありがとうございます。クレアウィンボックスの学校への設置、鹿児島でもやりましょう。そうですね、これちょっと私も調べます。ありがとうございます。明日のテーマどうしますか。明日のテーマ何のこと、明日のテーマって何、明日のウトキャスのテーマ。うん、ちょっとごめん、そこまでの頭は今もうない、ごめんなさい。めっちゃ締める。まずそのためには通俗道徳の内面化をなんとか少なく、うん、したいですよね。通俗道徳の話はね、この間吉田美佐子さんという私のお友達の絵本屋さんをしているお友達とも、通俗道徳なんですよ結局っていう話になりましたそうなんだ、なるほど。ツイッターのプロフィールに書いていることくらいのことにできてない、出てこないかということでございました。はい、すみません。じゃあ、たまたま、たたままについて、たたままってなんだろう。あ、たたいじのお母さんのことかな、S さん。
たたいじママのことでしょうか。たたいじママのことはですね、私も非常に興味関心じゃないんですけれども、思っておりますが、またこの議会、今会期ってこと。わかりました。ちょっと検討します。ありがとうございます。今は電気自動車のバッテリー開発屋さん。謎すぎる松島プロフィールですね。はい。クアンタムさん、ありがとうございます。これ、真理、子供は可愛い、そして何よりも大切な存在。私は今日のタイトル、今すぐ最大の人権侵害をやめよっていうタイトルつけるのに、ものすごく実は15分ぐらい悩んだんですよ。で、最終的な候補が、何より息子が一番っていうふうにしようかなとか思ったんですけど、それだとちょっとメッセージ性かなと思ってこのタイトルにいたしました。やっぱり自分の子供に何かあったらと思うと、もう本当にそれこそ切り裂かれるような痛みだと思います。今パレスチナの皆さんがそういう思いをしてらっしゃるのかと思うと、もう本当にそれだけで胸が潰れそうに、痛いと思います。ツイキャスタイトルっていつも当日決めてるんですか？ S さん、というか、その始める直前に決める です。すいません、こんな感じ。話す内容も始める直前に決めなかったりしますけど。めっちゃいいなって、クワントさん、ありがとうございます。ということで、ちょっと恥ずかしいけど、私は息子の、ことが一番大事。それが広がってね、結局、じゃあ世界中の平和じゃないと、息子の命が危なくなるじゃないのさ、っていう概念でいいんじゃないかなというふうに思ってます。だって敷衍していってね、結局は自分のことに返ってくるというふうに、想像力なんじゃないかなというふうに思っています。ということで、クアンタムさんに褒めていただいたので、もう今日はこれで満足してやめようと思います。 はい、それでは、今すぐ最大の人権侵害やめようということで、松島さん、いつものお作法でありがとうございます。先に「早い」っていうとこ、これ以上のパレスチナへの攻撃を、民間人への少なくとも攻撃をやめてほしい、やめてくれという思いを新たに押して、 そうです。ここ数年来のテーマです。ああ、びっくりした。びっくりさせて、びっくりしていただいて恐縮でございます。ありがとうございます。いや、もう私、今日お話しすること、この話にしようかなとも実は思ったり、想像力ですね、思ったので、またこの話は改めて、じゃあ、させていただきたいと思います。めっちゃオリジナルに充実、本当ありがとうございます。充実じゃない、忠実だと多分。ありがとうございました。それでは皆様、今日も、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。12時が40分も過ぎてしまって申し訳ありません。それでは、毎日ウトキャス、また今夜。辰巳さん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。